向井雄一郎は、佐賀県西松浦郡有田町出身の元プロ、野球選手、コーチ。2016年より、広島東洋カープの一軍打撃コーチを務める。佐賀県立今里商業高等学校では2年生時から、AS で4番を打ち、高校通算42本塁打。1999年のプロ、野球ドラフト会議において、 オリックスブルーウェーブから3位指名を受け入団。オリックス時代の迎え1年目の2000年から2軍で積極的に起用され、打率1割台ながらウエスタンリーグで59試合に出場。翌2001年は68試合、2002年も52試合に出場する。2003年は2軍でチーム最多の85試合に出場し、チーム2位の打率293。 同4位の7本塁打、リーグ2位の22塁打、チームトップの38打点を記録する。2004年には外野手のレギュラーである谷義智、村松友人がアテネオリンピック野球日本代表としてチームを離れた際に出場機会が大幅に増えて44試合に出場。プロ初本塁打を含む打率、267、5本塁打、4盗塁を記録して、 レギュラー候補に名を連ねる活躍を見せた。この年のシーズンオフに行われた、オリックスブルーウェーブと大阪近鉄バファローズとの球団合併に伴う、新球団東北楽天ゴールデンイーグルスとの分配ドラフトで引き続き、オリックスと契約することが決まった。2005年は近鉄との球団合併により、選手層が厚くなったこともあって、7試合の出場に止まった。 2006年は2軍で48試合に出場し、規定打席未満ながら打率、335、チームトップの9本類が、長打率、599、外野手として、リーグトップの6補殺の好成績を残した。1軍では主に代打として28試合に出場する。2007年は2軍で打率、342、14本類だ、62打点を記録し、 リーグ三冠王を達成した。さらに、最高調打率、最多二塁打、最多安打、最多得点、リーグ二位の出塁率も記録した。2008年、二番最悪手でプロ8年目にして、初の開幕スタメンの座を掴んだ。2010年5月15日、北強し、長谷川正幸と、向井金銭のトレードで広島東洋ガープへ移籍した。 7月15日の横浜戦で、篠原孝之から遺跡後発となる本塁打を放った。2012年5月に一軍に昇格すると、7月14日の横浜戦で自身初の1試合に本塁打、同17日の中日戦では9回裏1点ビハインドの場面に、 代打で登場して、岩瀬人則から、騎士改正の同点タイムリーを打つなどの活躍を見せて、打率も3割台まで上昇。8月には、ほぼ毎試合スタメンで6番や7番で起用された。自己最多の55試合に出場する。2014年10月28日に、球団から戦力外通告を受けた。翌29日に一軍打撃コーチ補佐就任が発表された。 2015年は打撃コーチの荒井博正の下でコーチ補佐として経験を積んだ。荒井は迎えがオリックスに所属していた時代に同球団でコーチとして迎えを指導していた間柄である。2016年正式に一軍打撃コーチに就任した。ありがとうございます。